お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、この子、後ろ姿でわからないかもしれないですが、このね、先っぽのちょんとしたこの尻尾ですね。で、ふっくらとした尻尾に変わり、背中がね、この美しい黄色模様が来て、そしてこちらのインパクトあるお顔、はい、以前ね、ジャパンレプタイルズショーでお迎えしたナメハダタマオヤモリ、レビスレビスのね、ちょっとビッグアイという少し奇形の子なんですけど、こちらのね、この飼育環境セッティング動画になります。本当ね、この子めっちゃおとなしくて、こうやってね、持ってても全然動かない。こうやってね、持っててもね、全然動かないんですよ。なんかもうここまで来るとちょっとね、おもちゃみたいに見えるかもしれないですけど、ガチャガチャのね、ちゃんと生きてます。あんまりね、この子動かないんですよ。すごいおとなしくて、真正面から見たらこんな感じ。目力マジで強いですね、目力が。で、ナメハダタマオヤモリ、レビスレビスはですね、オーストラリア原産の生き物、オーストラリアに生息している生き物でして、よくね、代表格としてはオニタマオヤモリとね、並ぶような、そういった種類のね、ヤモリ、地表性のヤモリになるんですけど、かなりね、立派な個体、そしてカラーもものすごくね、明るくて綺麗なね、個体だと思います。おまけに目も大きいしね。もしかしたらね、中にはこのビッグアイが嫌だなって思う人もいるかもしれないんですけど、僕はね、このビッグアイがものすごく可愛く見えてしまってですね、こちらの子をお迎えすることにしました。ね、基本的に手のひらにこうやって乗っけててもね、じっとしてるばかりでね、かなりおとなしい子なんですよ。めちゃくちゃおとなしいです。じっとしている。もうほんと可愛いね。はい、今日はね、こちらのビッグアイのね、レビスレビスちゃんの包丁を今から作っていきたいと思います。まあ基本的にレオパ2シャフトね、そこまで変わらないんですけど、前回動画で、お見せしたアンダーウディサウルスの飼育環境と1点だけね、違うポイントがあるので、そちらをね、しっかりお伝えできたらなと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、今回ね、使用するのがこちらですね。まあおなじみのシューズケースなんですけれども、メンズ用のシューズケース、まあレディース用よりも幅がちょっと広くて、高さもかなりね、高めのものになります。で、ここにね、敷いてるのがデザートソイルですね。レオパ2シャフと同じデザートソイルを敷いてます。で、なんでね、サイズ的には前回ね、ご紹介したアンダーウディサウルスとあまりね、大きさ変わらないにもかかわらず、こんなに大きめのね、容器を用意してるかというと、まず、初めに入れるのはね、こちらのシェルターですね。アイシェルター、ラフチャンネルコラボアイシェルターのね、マリンブルーですね。こちらをドライシェルターとして、使います。なので、こちらに入れていきます。ラフチャンネルアイシェルター。で、真正面から見たら、こんな感じ。で、こっからなんですけど、ナメハダタマオヤモリ、レビスレビスに関してはですね、ウェットシェルターも入れておいた方がいいという話でして、基本的にね、地中の湿ったところとかに住んでたりするみたいなので、ウェットシェルターはね、あった方がいいらしいです。比較的ね、湿度高めの方が良いようなので、こちらの、よいしょ、だいぶ年季入ってるけど、ウェットシェルターをね、並べて、ドライシェルターとウェットシェルター両方とも用意してあります。で、いつもと一緒のね、セリアで、購入した水入れですね。こちらの100均で購入した水入れをここに入れてあげて、もうこれで、飼育環境はね、完成ということで、はい、比較的ね、シンプルなんですけど、まあドライシェルター、ベッドシェルター両方入れる都合上ね、普段使っているレディース用のシューズケースではなくて、メンズ用のシューズケースを使ってますという感じです。で、はい、ずっとね、僕の膝の上で動画撮ってる間、おとなしくしていたこの子ですね。はい、ただね、結構おとなしくしてるように見えてね、急に動き出すんでね、それはね、気をつけてあげないといけないんですけど、はい、どうぞ、新しいお家です、お客様。はい、どっちに入りますか、ウェッティの方がいいですか。なんかね、意外と湿度を高くしてあげた方がね、いいみたいなので、乾燥地域に住んでるね、ヤモリなんで、乾燥でいいのかなと思ってたんですけど、ウェッティの方に入っていくのかな。
入ってきましたね。はい、ウェットシェルターにも、ね、しっかり水を入れてあげたいと思います。水入れにもね、水を入れて、はい、ということで、まあこんな感じでね、僕は飼育していこうかなと思います。まあ結構ね、アンダルディサウルスも同じなんですけど、砂で飼育してる人がね、まあ大半なのかなって気はしてるんですけど、ちょっとこのね、なめ肌タマオヤモリのレビスレビスちゃん、目がねかなりでかくてビッグアイというところもあるんで、まあこういうね、粒が丸っこくてそして柔らかいね、ソイルを床材にね選んでます。まあ基本的にもともとね、レビスレビス自体がかなりね目のでかいヤモリなんで、もともと目がね、傷つく可能性があるっていうのはね大いにあるんですけれども、まあその中でもねこの子は特に奇形でかなり大きいということもあるので、その点は注意して尖りの少ないものでね飼育していけたらなと思います。ということで、本当今日もね非常に簡単な動画になってしまいましたが、一旦ね、僕の家ではこのナメハダタマオヤモリレビスレビス、こんな感じの飼育環境でね飼っていきたいなというね動画でした。また今後も餌やりとかねメンテナンスライブで登場してくると思うのでね、楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。